なあ、星名さんよ。俺たちも一緒に舞台で演奏したよな。なのになんで俺たちには何の反応もないわけ？ねえ、なんで？音ならドラムもかなり目立ってたはずなんだけど。結局こうなるのかよ。やっぱドラムなんて選ぶんじゃなかった。もっと目立つ楽器を選んでさえいれば。スルーじゃなくて普通に気づかれてない状況だからな、これ。男に言われてもな。まあサンキュー。お前、来年の文化祭はどうする？ま、文化祭の舞台発表は人気だから、部活はもちろん有志もこぞって参加するしな。なんだ、もう解散なの？もったいない。かなえちゃん。かなえちゃん言うな。結構良かったけどね、あのバンド。あの時会場の監督責任は私だったから、ちょっとちぐはぐなところもあったけど良かったんじゃない？本当ですか？嘘ついてどうする。いい演奏だったよ。ま、ベースの初心者っぷりが際立ってたけどね。ドラムは安定感があっていい音出してたね。やるじゃん、カイドウ。お、カナエちゃん分かってるね。いや、そう言われると嬉しいな。だからカナエちゃん言うな。まあいいじゃないですか。機会があったらまた聞きたかったのに、残念だ。時間さえあればベースももうちょっと上手くなってるだろうしね。カイドウはともかく、星名は褒めても伸びないタイプだろ。君の場合責任感だけはあるから、逃げられない状況にするのが一番いいんだよ。まあこれでも教師生活は長くはないが、新任ではないからね。うるさい、黙れ。けどあれだな、先生がそう言ってくれるならもう少しバンドを続けようかな。学内の行事に積極的に参加するのはいいことだけど、外のイベントで捕まるようなことはしないようにね。わかってますって。なんか心配だ。胃が痛い。もしライブハウスとかでやるときはチケット買ってください。金を取れるだけの演奏ならね、聞きに行ってあげなくもないよ。現地取りましたからね。さあ、雑談はここまで。ほら、いつまでもパーティーの余韻に浸ってないで席に着く。ちゃっちゃとホームルームを終わらせるよ。はい。ほら、星名も